エルバン・アベー・レゲッセは、エチオピア出身のトルコの陸上競技選手である。アベー・レゲッセは、エチオピア出身であるが、層の厚いエチオピアから、陸上の中長距離では、無名の国であるトルコに、国籍変更して活躍している選手である。彼女は、2001年のヨーロッパジュニア選手権の3000メートルと5000メートルで、優勝しているが、ここから彼女は徐々に力をつけて行き、 二千二年には三千メートルで八分三十一秒九十四、二千四年には千五百メートルで三分五十八秒三十八を出すようになると、次第に注目されるようになる。二千四年アテネオリンピックの直前に行われたビスレットゲームズでは、五千メートルで中国の強波が持っていた十四分二十八秒零九の世界記録を破り、十四分二十四秒六十八 の世界新記録を樹立した。一気にオリンピックでも金メダル候補と目されるようになるが、本番では1500メートルで8位、5000メートルで12位という結果に終わってしまう。2006年には彼女が持っていた5000メートルの世界記録はエチオピアのメセレトデファーによって破られることとなった。2008年北京オリンピックの1万メートルでは、 エチオピアのティルネシュディババとの一気打ちとなったが、ラスト一周でディババのスパートについていけず、惜しくも銀メダルとなった。しかし記録は自己ベストで大会史上初、世界でも史上3人目の29分台となる29分56秒34という好タイムであった。2017年3月当時のドーピングにより、オリンピックの銀メダル2個と、 世界陸上の銀メダル1個が剥奪された。ありがとうございます。